热体是爱的传导体。愛の化身である皆さんと共に。作為愛的化身的每一位。2019年1月のASK 香港セミナーに続いて。我们接着上一次2019年1月份的香港课程之后。またこのように9月のASK 香港セミナーで皆さんと出会うことができたことを心から嬉しく思います。在这里第二次的九月份的香港课程 ASK 主办的课程上又见到大家，我的内心无比的喜悦。なぜ今世界どこの国も为什么现在世界的每个国家闘争対立で混乱してるんだろう。都发生了很多的斗争或者是对立，这么不断的混乱呢？それは肉体存在の目的を見失った。那是因为人们完全迷失了肉体存在的目的。人生を生きている結果なんです。这么去过自己的人生，才会有这样的结果。肉体存在の目的はただ一つしかないんです。肉体在这里存在的目的只有一个。一人一人が愛の伝道体として、愛の表現体として、この肉体を表現すべきであるにもかかわらず。那就是每一个人都要在这里把肉体作为爱的传导体。作为爱的表达体，这么去使用。無知のままに、目くらのままに、迷いのままに人生を生きている結果と言います。但是现在迷失了自己，这么没有智慧、迷茫、瞎子样的过人生，才会有这样的结果。いつもケルビンさんが言われるように、就像凯文经常说的这样。一人一人が生きている、生かされている目的は、每个人在这存在的目的。真が覚醒にあることを理解できぬ限り、就是为了达到真我觉醒。如果自己不理解、今の現象は決して良くなることは可能なんです。大家就绝对不会帮助现在世界上这样的现象变得更好。宗教、宗教、あるいはセミナー、或者课程、何も難しく学ぶことではないんです。根本不需要来到这样的地方去学习非常复杂难懂的。ただ一つ。我们只是为了一个自分とは何者なんだろう去理解到我到底是谁。それが学ぶ最高目的なんです。就是我们 从事各种学习的最高目的。大統領、那么像大总理大臣、首相、どんなに地位名誉を背負って生きていても、不管给了他们多高的地位名誉、自分を見失ってる人生は何と言いましょうか。如果他们连自己是谁都不知道的话，那是什么人生呢？無知の人生、目くらの人生、迷いの人生と言うんです。那就是没有智慧、迷茫、瞎子一样的人生。迷い生きてる限り、人類は幸せになりません。只要人类活在迷茫中，就绝对不会幸福。迷い生きてる限り、平和なんてありえません。只要人类迷茫的活着，这个世界也不可能和平。最高学位を得て。哪怕有了最高的学历，地位や名誉、財富、金物に恵まれて，或者他拥有很高的地位、名誉、财富。年頃に来て、いい女性、男性と巡り合って結婚して、子供を作って、優雅な生活を終えても，或者是当他到了年龄，遇到合适的对象，结婚生子，一生过得很富裕。自分を見失った人生は、無知の人生、目くらの人生、迷いの人生と言うんです。但只要他的内在不知道我是谁的话，那就是没有智慧、迷茫、瞎子一样的人生。迷いの人生を生きてる限り、只要这么迷茫的活着，知恵を失い，就没有智慧；力を失い，就没有力量；愛を慈悲を失って生きる限り、どこに幸せがありましょうか？也没有爱，也没有慈悲，这样的状态怎么会幸福？どこに平和がありましょうか？怎么会让世界和平呢？この結果という仮想の世界は、在这个果相的假象世界、どんなに荒れ狂っていても、不管怎么样的混乱、皆さんが瞑想という手段を通して本質の世界に融合したとき、如果大家去使用冥想的手段，在内在与本质融合、そこは一点の涙たぬ最高世界があることを知ってもらいたい。会完全知道本真的世界，那是不会有一丝的风浪，不会受到这个现象世界的影响的一个非常平静的世界。私は宗教を学んだことは
ないけど、我虽然没有学过宗教。よくキリスト教では天国と訴えます。但经常基督教会这么说，天国。仏教では仏国浄土と言います。佛教会说到佛国净土。それは全ての存在の本質、原因の世界なんです。这指的其实就是让所有界存在的本质，指的就是创造所有界的原因的世界。それは皆さんは天国あるいは仏国浄土。大家只是换个词，把它称为天国或者是佛国净土。実相世界、さまざまな言葉で皆さんは表現していること。或者大家把它称为是实相世界，或者是别的词。今日も朝このセミナー会場に降りてくるまでに、今天早上在来到会场之前、瞑想というその世界の中にありました。我通过冥想完全融入了这个世界。病気もない、健康もない。这个世界没有健康疾病。で、善人悪人もない。没有谁是好人坏人。迷い悟りもない。也没有谁是开悟的神迷茫。今の国々で起こっているような対立、闘争、戦いもない。也没有现在各个国家所发生的这样的对立斗争事件。いつでもその世界に皆さん一人一人がいつでもそこを訪れることができるんです。大家每个人随时随地都可以进来。なんて瞑想は素晴らしいことなんだろう。所以冥想那是给我们带来多么美妙境界的这样一个手段。このような最高な境地に皆さんを案内してくれるんです。大家也完全可以像我一样的使用冥想到达这么棒的境界。だから瞑想とは、所以冥想、内観とは、内观、ヨガは、瑜伽、本質の世界へ皆さんを案内する案内人なんです。那是带领大家来到本质世界的一个指路人。それは努力すれば誰も同じこと。而且只要你努力，每个人都可以到达。この人は入れて、この人は入れない。この人は特別、この人はということはありえません。绝对不可能，这个人能进来，那个人进不来，每个人很特殊，根本不存在这样的事情。私は本質を命と説きます。我把所有界的本质称为生命。じゃあ命は生命。私の中に特別。难道在我的内在是一个特殊的生命？あなた方の中にで平等ではないでしょうか？或者在你们内在生命是另外一份生命，是不平等的吗？本質は人の上に人を作らず。本質根本不会创造一个更人等的人。本質は人の下に人を作らず。本質也不会创造一个天人等的人。本質は命にして全てが平等なんです。本質作为生命，在所有间的内在完全平等。だから本質の世界を出入りできる者には、所以只要一个人能来到本质的世界，全く争いがないんです。他知道这里完全没有任何的战斗。恨みや怒りや嫉妬。也没有憎恨、嫉妒、愤怒。そのような対立、闘争で戦いなんてありえないんです。根本不可能存在这样的对立、斗争。命にして全てが我なんです。因为所有界作为生命都是我自己。我へ命なり。我就是生命。あなた方も命なり。你们也是生命。我の命、あなた方の命は全体の命。我的生命和你们的生命就是这全体的生命。その全体の命こそが全ての原因として本質なんです。这全体的生命就是所有界的原因和本质。じゃあ誰の命は高いのか。怎么可能谁的生命是高望的？誰の命が低いのか？谁的生命是卑微的？誰の命が特別なのか？怎么可能谁的生命是特殊的？誰の命が大きいのか？谁的生命是巨大的？小さなアリ一匹を生かした命も、小小的蚂蚁的内在，让它活着的这份生命。大海を泳ぐ大きなクジラを生かしている命も、或者是在大海里面的鲸鱼的内在的生命。無限にして一元ゆえに。都是无限的唯一的生命。全てが本質命において平等と言うんです。所以才说，所有界作为原因本质都完全平等。一命一体、自体一体、全一体なんです。那就是一命一体、自他一体、全一体。一つの命。一个生命。で、一つの命、一つの体。一个生命，一个身体。ただ皆さんは。大家。現れている結果を見て。看到在这呈现出来的果相。私日本人、私中国人、
大家说我是私台湾私香港人私アメリカ香港人台湾人美国人大家有这样的错觉女性として男性として衣装をまとっていても不管我披上的是男性或者是女性的这件肉体外衣どこの国々で生まれて育っても或者是我们在哪个国家出生长大その体は一つしかないんです我们的身体就是共同的唯一的身体なぜならば我为什么这么说一つの質量で全ての体は組み立てられているんです因为所有的身体所有的形状都是这一个材料组建出来的今の科学は電子陽子という電子と陽子というかもしれない对这一个材料现在的科学家也许把它称为是电子质子一分子も一原子も一个原子誰彼のものは大きい小さい違うことはありえないんです絕対不可能組建出来这个人或者是那个人的身体的材料会发生变化全ては一つの質量によって作られ所有界那都是为了一个材料组建出来的全ては一つの命に生かされているんです所有界都是被给予了这同一生命在活着一つの命一つの体一命一体なんです所以我们就是一个生命一个身体我们就是一起的じゃあ先ほどは私が過去幾天章ではもう想像皆さんちが想像もできぬほどにあのハンサムで生まれて他们说到我在过去的人生中都是那么的英俊もう根性は二度と失敗を犯さぬようにこの顔形を作ったってあのケルビンさんが説明した時皆さん笑ったでしょうけど誰を笑ったのかあなた方自身を笑ったんです私を笑ったんではないんです贝多芬失败所以呢我今生特意让自己是这样一副长相大家当时听到之后这么自分自身笑ったんですよ这么在笑大家知道吗你在笑你自己一命一体自他一体全体知ってるならば如果你们真正的知道一命一体自他一体全一体だからあなた方は所以你们悩み苦しみ烦恼誰彼のせいで悩んでる人、苦しんでる人は一人もいないんです。世界上从来没有一个人他痛苦、他烦恼，是因为别人不好。皆さんには理解しづらいでしょうけど。也许大家很难去理解到。良き思いも。但是大家好的思想。悪き思いも。或者是坏的思想。で、良き言葉遣いも。大家说的好话。悪き言葉遣いも。这是难听的话。すべてあなた方が出したやつがあなた方に。降りかかってきてるだけなんです。这所有的你自己发射出去之后，再回到你自己身上。こんな簡単な法則そのものが。就是这么简单的法则。それがあなた方が一点章を追求してきた神仏神仏なんです。但是它就是你们过往的多少次的人生，不断追寻到今生的神佛。これが宗教だったんです。这才是真正的宗教。何十年も宗教を追求してきました。我几十年不断的追寻宗教。私は宗教を学んだことはないですよ。宗教に学びを学んだことはないけど。但是我自己从来没有加入任何宗教。宗教という真実の宗教は追求してきました。我只是在不断的摸索着、不断的探寻着什么是真正的宗教。本当の宗教は。真正的宗教。拝んでれば救われる、祈ってれば救われる。他根本不是让别人去盲目的跪拜成盲信狂信、偶像崇拜が宗教ではなかったんです。让人们这样的盲信狂信成崇拜的做法根本不是宗教。神仏は天の届かぬ遥か彼方にましますではなかったんです。神佛他原本就不在遥远的天边。あなた方一人一人の内で働いている完全法則そのものが宗教であり神仏であり。これが命だったんです。神佛就是在你们每一位的内在所圆满的运作着的完美的运作着的法则，它才是真正的神佛。あなた方の中で法則は働いているがいい。所以因为法则在你们每个人内在运作着。美しい種をまけば刈り取りは美しいもの。当你在这个限量世界种下来的每一个种子，你就会收获的。悪い種をまけば刈り取りは是不好的种子。悪い収穫をします。那么你收获的就是非常坏的果实。こんな簡単なことが宗教なんです。就是这么简单的法则就是宗教。こんな簡単な法則こそが全ての本質命だったんです。这么简单的法则就是让所有界存在的本质和生命。幸せ。幸福。喜び。喜悦。至福は。至福。外から来るんではないんです。它不是来自于外在。
あなた方の一瞬一瞬の生き方次第だったんです。而是你们每一瞬每一瞬活着的方式都决定了。皆さん、種まけば誰が収穫しましょう。当你们种下一个种子的时候、谁会收？私がまいた種はあなた方が収穫しないんです。不可能，我种了一个种子，你们要帮我收。あなた方のまいた種は私が収穫しないんです。也不可能，你们种下了什么种子，我要帮你们收。あなた方のまいた種はあなた方自身で収穫するんです。如果你们自己种下的种子，最后是你们自己要来收获。それが理解でき。当大家去理解到这一点。もう今日の。今日のこの一瞬一瞬正しい生きることができるならば、从今天的这每个瞬这么去不断修正自己的话、悩んだり苦しんだり不調で生きて生きる人間なんて世界に一人もいないんです。世上就不会有一个人会痛苦烦恼了。幸せをつかみたい、想得到幸福、幸福でいたい、想得到健康でいたいとは言うけど、想得到健康、人们也会这么说。その生き方が知らなかったんです。但是他不知道要去修正自己活着的方式。あたかも恨みや怒りや嫉妬に燃えて、他们就觉得以为这么憎恨嫉妒愤怒别人。あの人許せない、あの人嫌い、あの人憎い、あの人愛さないで幸せがなれると思っていたんです。心里面讨厌谁，对谁充满了愤怒，或者是不原谅，或者是不爱，他错觉的以为他这样做还能幸福。何十年も小さい時から研究してきたんです。这点我是从几十年前开始在我身上的时候幸福もあなた方のうちに、幸福不幸もあなた方のうちに、它其实在你的内在、不幸也在你的内在。そうしてるのは全て己自身だったんです。我为什么这么说呢？是你自己导致的所有情。何百何千何万という天性の目的は、我们一路上轮回的几百几千几万次，为了什么？その答えはただ一つしかなかったんです。我们要找的答案就是这一个答案。自分とは何者なんだろう。那就要知道我是谁。果たして今鏡に映し見ているこの肉体が自分なのか。真正的我，难道真的是镜子里面所映射的这个肉体的我吗？その肉体を生かしている命という本質が自分だったのか。让肉体的我在这里活着的生命。是不是他才是真的我呢？昨日我々は成田から、昨天この会あの会場まであの飛行機で、我们从东京的成田机场坐飞机来到香港。じゃあその乗ってる飛行機が主人だったのか？难道我们坐的飞机是主人吗？で操縦していたそのパイロットが主人なのか？还是驾驶飞机的飞行员才是主人呢？同じことなんです。其实我们跟这个是一样的。あたかも皆さんは飛行機が自分だと錯覚してるんです。大家错觉的以为我就是飞机，我就是飞机。パイロットが主人であって飛行機が主人ではないんです。大家错觉的以为飞机是主人，但是飞行员才是主人。船も舵を握る船長が主人であって船が主人ではないんです。就像掌舵船的船长是主人，船不是主人。じゃあ。肉体は一転生人生航路を旅するための一時の乗り船であるならば、既然肉体是我们这一生旅程的一艘船的话、乗り船が主人ではなく、那么这艘船就不是主人。その肉体という船を生かしている命こそが、本質こそが、これが主人ではなかったでしょうか。掌舵船的作为生命的、作为本质的、作为本质的存在。难道他不是他？难道他才是主人吗？何百何千何万という天性の目的は、我们轮回了几百几千几万次。何か知りたい、何か掴みたい、何か得たい、何か悟りたいと皆さんその何かを求めてきたんです。在我们的内在一直想知道些什么，得到些什么，悟到些什么，赚到些什么，但在一路上为了这什么走到现在。何百天性を求めてきたその何かという何かが、大家花了几百次的人生所找寻的这什么？真実の自分を見出すためだったんです。其实大家最想找到的，那就是真正的自己，这就是你真実の自分を悟るためだったんです。那就是你一直想悟到真正的自己，就是这个什么？皆さんの言葉では、用大家的话来说，本当の自分を見出した人間を悟りの境地と言います。当一个人找到了真正的自己，那就是开悟了。なおも肉体という乗り船が私で錯覚で生きている人間をこれ迷いと言うんです。继续的把这个肉体错觉的认为是自己的话，那就是迷茫。迷い、迷茫で悟り、开悟、
あたかもその悟りを何度も難しく説いてきたことか。一路上大家听到的开悟都是那么的复杂。山や洞窟にこもって。告诉大家要去到哪个山。南行、苦行、滝行、断食してれば悟り。去南修苦修断食，去瀑布下打坐就能开悟。神社仏閣お寺教会目にこもっていい声でお経を唱えていれば、あるいはいい声で聖書聖典仏典を、ね、読んでいれば悟り。或者是去到哪个寺面吧。去到哪个寺庙里面把经念得很好听，去到哪个教堂或者是庙宇里面把圣经佛典都念得很好听。そのような悟りなんて世の中にない。通过这样的方法能到达开悟的人至今为止没有。悟りとは私が説けば一言です。如果对让我去讲开悟就一句话。本当の我に目覚める。开悟就是悟到了真正的自己。本当の我とは命ならば、命としての我に目覚める。真正的自己，如果用生命去称呼的话，那就是觉醒，因为我就是生命。つまり心が覚醒。这就是开悟，就是真我觉醒。自らが命であることに目覚める。自己觉醒，我就是生命。これ自覚と言います。这就是自悟，自己觉悟。自覚。自觉、自悟。自らに目覚める。自己觉悟。で、悟りの境地。这就是开悟的境界。我肉体にあらず。我不是肉体。我命なり。我是生命。我肉体にあらず。我不是这个肉体。我本質なり。我是本质。その自覚を生きている人間を悟りの境地というんです。自己完全悟到了这样的境界，就是开悟的境界。だから悟りとは自覚。所以开悟就是自悟。で、その逆に迷いとは。相反，迷茫呢？我肉体なる錯覚。那就是认为我是肉体的这个错觉。何十小さい時から追求して何十年も何十年もその本質を追求した時。我从小不断不断的追寻本质，追寻了几十年。その答えをつかんだんです。我完全能找到的这个答案。迷いとは迷茫。我肉体なりの錯覚を迷い。那就是一个人活在我是肉体的错觉的状态。悟りとは开悟。我命なりの自覚を悟り。那是自己完全觉悟到了我是生命的境界。それが私が何十年も何十年も追求して見出した答えです。就是我追寻了几十年所找到的答案。その答えに反論できる人間は80億の。地球人口80億の人間一人だっていないですよ。对这个真实的答案，八十亿人谁也没办法反对。どうあなた方が否定したって。不管你们怎么样表面上去否定去反对。この真実の答えに反論できる者がいるでしょうか。真实的答案，难道他会受到谁的反对？はっきり言えるんです。所以我可以清楚的这么说。我肉体にあらず我命なり。我是肉体，我是生命。我肉体にあらず我本質なり。我不是肉体，我是本质。なぜ？肉体は結果です。我为什么这么说呢？肉体它是在这里呈现的一个果相。肉体は結果です。肉体是果相。結果が生きてるはずがない。果相它不可能自己活着。結果は原因に。結果は原因に生かされているものなんです。果相是因为内在有原因，所以才能在这活。生かしているものが。那是给予了他生命的本质。として我であって。给予他生命的本质。原因として我であって。作为原因的我。生かされている肉体が結果として私あなた方ではないんです。在这里被给予生命的肉体的我，或者是你们，根本不是真正的你们。だから答えは。所以。我命なりあなた方も命なりである。命なりであって真正的答案就是我是生命你们也是生命的这个答案我肉体なりあなた方も肉体なりではないんです根本不可能我是肉体你们也是肉体不是这样的答案いつなる本質が唯一的本质自らを顕現するために为了在这里显现展现自己なぜならば本質は無形無相無色無臭無音なんですたぶん什么要这么做呢因为本质可以说是无形独一无二没有生命的无形一元なる本質は无限的因缘的本质自らを顕現するために様々な
衣装を作ったんです。为了在献区展现显现自己，所以创造了各种各样的衣服。花という衣装を作って、创造了花这样的衣服。で、自らの命を宿したんです。把自己的生命注入在里面。動物という衣装を作り、创造動物、自らの命を宿したんです。把自己的生命注入于此。で、鉱物というものを創造し作り、创造了矿物这样的衣服。自らの命を宿したんです。把自己的生命注入在里面。だから花々は、所以花儿、命のまとっている衣装です。那就是生命在这披上的一件。動物や鉱物、人間は、或者是动物、矿物、人間、全て命というものをまとっている衣装です。这所有都是生命的本质，在这个世界所披上的一件。衣装が私、衣装があなた方ではないんです。披上的这件大衣不是真的。衣装をまとっている命そのものが、本質そのものが我あなた方なんです。披上这件大衣的生命或者是本质，才是真正的我和你们。誰がその答えに否定することができましょう。世界有谁能真正的否定这个答案呢？世界、地球人口は今80億の人間が、今の私の言葉にで反発できるものも、反論できるのも、否定できるのも一人だっていないでしょう。虽然世界上据说有80亿人，但是没有一个人能完全的否定或者是反对我所说的这个答案。なぜならば？为什么？この肉体から命離れれば肉体は死人なんです。只要生命離開了肉体的話、肉体就變成了死人。もうその肉体は死体なんです。也可以把它称为是一个尸体。じゃあその死体は目あってなぜ見ることはしません。对尸体来说，它同样的有眼睛，为什么看不了？口あってなぜ一言も喋りません。它同样的有嘴巴，为什么说不了？耳あってなぜ一言も聞きません。它同样的有耳朵，但是为什么听不到一个字？命の抜けた抜け殻、死体、死人。生命離開了他、他就是一个空壳、是个死人了。そこからして皆様、生きているのは、生きて働いているのは命であることをもう皆様は理解してほしい。我希望大家通过这样一个比喻、这样一个例子、完全的理解到、真正在活着的是生命。いつまでも我肉体なりの錯覚で。如果一直活在我是这个肉体的错觉中。無能、無力、無知の人生を終えてはなりません。这么无能无力无知的过一场人生，大家不能这么去过。昨日から今日ずっとケルビンさんは、で今の香港でのあのでデモの対立ので説明をしてくださいました。从昨天到今天，他们不断的向大家解释，现在香港在举行的这样的示威游行。果たして対立からいい結果を生むことができるでしょう。难道这么对立下去会产生一个好的结果？対立は一層破壊的な波動を生み出しているんです。它只会带来更多的破坏性的频率。でその破壊的な波動は破坏性的频率すべての波動を狂わします。它会让整个世界完全的混乱。そうすることにおいてこの地球上には。地球崩壊するほどの天変地異、天候異変、さまざまな現象をもたらします。就是这样的摧毁性的频率，才让地球上产生了各种各样的灾难，甚至让地球快摧毁了。だから一人の影響は全体の影響と言われ。所以才有这句话，叫做一个人会影响整体。全体の影響は一人の影響と言われ。整体会影响每一个人。すべてのすべてを一体ゆえに。意味着所有都是一体的，都是这一个。まあ遠い遥かあの世界で起こっていることは我々に関係ないわ一点だってないんです。绝对不可能。这个事情是在离我很遥远的地方发生的，跟我毫无关系，绝对不可能。宇宙が宇宙全てと一体、与所有皆是一体、地球が地球全てと一体ならば、与所有皆都是一体的。どこで起こることも、所以不管在哪个地方所发生的事情、全体そのものに全てを影響しているということを知らねば、都会给整体带来巨大的影响。我は全てであり、全て我なり。我就是所有皆、所有皆就是我。我は全体であり、全体我なり。我就是全体、全体就是我。対立は、对立。どこまでも平行線、対立は対立であって、対立から平和、対立から幸せ、対立から良きことは生まれないんです。它只会带来更多更多的对立，这么不断的对立下去，通过这样的对立，绝对不可能带来和平，带来幸福。だから最初書いてあった肉体を一人一人が愛の伝道体として生きない限り。所以，如果每个人
如果不像我一开始写的今天光华的标题，爱的表达体として生きることができる限り，作为爱的表达体这么去活着的话，一人一人の幸せもなければ，每个人就不可能幸福。世界に平和なんて不可能です。这个世界绝对不可能和平。さあ、どの国が、不管是哪个国家，戦争で平和勝ち取った国があるでしょうか？难道他曾经通过战争得到和平吗？どの国が戦争で平和になったのか？哪个国家真正的通过战争、通过打仗得到了和平呢？大きな傷跡を残してるんです。通过这样的战争、这样的伤害，只会留下一个巨大的伤口。まあ、中国は日本ともよく戦いあったと言います。据说曾经中国和日本发生过很多次的战斗。中国は日本が憎い、日本は中国が憎い。所以中国讨恨日本，日本恨中国。いつまでも憎い憎い憎いからどうして幸せが、どうして平和が生まれましょう。如果双方这么不断不断的互相憎恨下去，什么时候才能和平才能幸福呢？過去というのは过去過ぎ去った記憶なんです。它是失去不再来的一份记忆。で未来は未来記憶の混じった希望なんです。它是加上的记忆的一份希望。我々は過去に生きてるんでもなく未来に生きてるんではなく、この一瞬この瞬間に生きてるんです。既没有活在过去，也没有活在未来，我们真实活在这一瞬。互いにいつまでも過去が許せない許せないから、また戦争が始まりますよ。如果双方继续的这么相互的憎恨不原谅，また戦争を引き起こします。接下来只会导致更多的战争。過去はここまで我々が学び成長していくためのステップにしか過ぎなかったんです。过去只不是让我们成长学习到今天的这每个台阶。過去は過ぎ去った記憶です。过去是失去的记忆。未来は記憶の混じった希望です。未来是加上的记忆的希望。我々は過去未来には生きてないんです。我们没有活在过去和未来。今皆さんが想像できるこの一瞬この瞬間こそ実在、これがあることというんです。大家完全可以真实创造的这一瞬、这个当下、它才是真实的。皆さんも例えば私が少々ちゃんはもう死ぬほど憎い、死ぬほど嫌い。我对晶晶，我恨死了，我恨得快死了。その思いからで平和が生まれましょうか。我这样的憎恨的思想怎么会带来我们两个人之间的和平和幸福喜悦呢？互いに許し合ってこそそこに幸せが平和が生まれるんです。只有两个人相互的原谅，这么握手言和的时候，那才是和平的开始。戦争を癒すのは愛です。疗愈战争的是爱。憎しみ怒りを癒すのは愛です。疗愈憎恨愤怒的是爱。その愛こそは相手をいたわり合うことです。思いやり合うことです。我们去关怀对方，去体贴对方。私宗教も学んだことないけど。我虽然没有学过宗教。あのお釈迦様が説いた慈悲の心、慈悲心も。但是释迦牟尼所教导的慈悲心。何も難しいこと説いてないんです。慈悲的心根本没有非常难的地方。イエス・キリストが愛の心、愛心と説いたのも難しいこと説いてないんです。所教导的爱的心、爱心也没有哪里很难。お釈迦様が説いた慈悲心、慈悲の心も。释迦牟尼所教导的慈悲心、慈悲的心。慈悲の慈の心とは。慈悲的慈心是什么心？万象万物。那是希望万事万物。すべての幸せ、すべての喜び、すべての幸福を願う心が慈悲の慈の心と説いてるんです。希望所有都能幸福喜悦，这么去祈祷一颗心就是慈心。で。慈悲の悲の心とは。慈悲的悲心是什么心？万象万物。那是希望万事万物。すべての悩み、すべての苦しみ、すべての痛みが。希望所有的痛苦烦恼。除かれますようにと説いて慈悲の心、慈悲心なんです。痛苦都能完完全全的去除，这么去祈祷一颗心。でただ言葉違って愛心、愛の心、愛心なんです。耶稣只是换一个词，把它称为是爱心，爱的一颗心。私まだ一秒悩んだことないです。我从来没有一秒钟烦恼过。まだ一秒苦しんだことないです。也没有一秒钟痛苦过。なぜ悩まないんだろう。为什么我没有烦恼？あなた方と同じこの世界に生きていながら。我跟你们一样的活在这个世界上。あなた方と同じものを見せられながら。也同样的跟你们看到同じような体験をしながら。也是一样的体验。なぜ苦しまないんだろう。但为什么我没有痛苦？なぜ悩まないんだろう。为什么我没有烦恼？なぜ不調で。
为什么我没有内心的不和谐？皆さんとの見方が、思い方が、生き方が違うだけ。那是因为我和大家看的方式不同。皆さんは方式不同、只是这点不同。分離で。大家在分離当中。あの人許せない、あの人憎い、あの人嫌い、あの人許せない。对谁充满了憎恨、憎怒、或者是不原谅、或者是不爱。しかし私の見方、私の思い方、私の生き方は。但是我怎么活呢？我怎么去看呢？我怎么思想呢？愛するわ。我想的是我去爱されるよりも美しく远比得到爱要更美全てを幸せにすると生きるんです可以让所有的幸福是这么大だから私は生まれてまだ愛してください愛が欲しい愛が愛を得たい一度もないんです所以我从出生以来到现在我从来没有 一次我的心里面希望别人来爱我なぜなら是要给我点爱命は我为什么这么说呢因为生命命こそが無限の愛であったことを私知ったんです。因为我完完全全的了解，生命就是无限的爱。じゃあ、無限の命こそが愛そのものならば。无限的爱，把它称为生命的话。私は初めから無限の命。那么。つまりならば、無限の愛ということだったんです。我一开始就是无限的生命，就意味着我一开始就完全就是无限的爱。じゃあ、無限の愛の持ち主が。既然我拥有无限的爱，誰からもらいたいと言いましょうか。怎么可能还会想着谁来给我一点吧？或者是谁来施舍我一点吧？ください、ください、もらいたいはこれ乞食と言うんです。想得到别人的施舍，想要索取，想要得到，那就是乞丐。乞食で生きる限りは悩み、苦しみ、不調は当たり前のことと言うんです。作为一个乞丐这么去活着，会痛苦烦恼，那是非常正常的。無限の愛の持ち主ならば。既然我们拥有无限的爱，全ての全てに平等で与え尽くし生きることです。那么接下来我们就是平等的去无限的给予所有亲。愛するは愛されるよりも美しく全てを幸せにする。那就是去爱，远比得到爱能让人更美，让所有亲。ください、もらいたい、愛してほしい、愛を得たいではないんです。これ乞食と言うんです。是想要去索取爱，如果这么去做的是一个乞丐。愛を得ようとする者、愛を失い、愛を放つ者、愛を得る。当一个人想得到爱的时候，他失去了爱；当一个人去给爱的时候，得到爱。命を得ようとする者、命を失い、命を放つ者、命を得る。当一个人想得到生命的时候，就失去了生命；当他去给出他的生命，持有的者更多与与给予。当一个人拥有的时候，会被给予。持有的者は持ってる者さも奪われる。因为这个时候顺从，他的内在源源不断的涌出更多。当一个人没有的时候，他所拥有的一切。反而没办法拿出来使用。よく私は例えるんです。我经常对这一点会做这样一个比喻。あの道端で古い木箱の上に座って、もう通りかかる人に。那就是像一个乞丐，他坐在路边的破旧灯下。野球帽子を差し出して、ください、くださいと願う乞食。对的，每一个路过他的行人都伸出棒球棒，说：“给我点什么吧，施舍一点吧。”で、ある時一人の男性がここ通りかかった時、ま、いつものように野球帽子を差し出して、ください、ください、くださいと願いました。有一天，当一个男性路过他身旁的时候，他继续的拿出棒球棒，说：“给我点什么吧。”私はあなたに与えるものは何も持ってないと言うんです。这个男性说我没有什么可给你的。じゃああなたの座っているその箱は何かと聞かれたとき。这个男性反过来问他，你下面坐的这个箱子是什么箱子呢？取るに足らない古い木箱の上に座って私は何十年も乞食をしていると言うんですその乞食は。这个乞丐回答说，你看看就是这么破旧的箱子。没有不值一文钱，我坐在上面已经乞讨了几十年。蓋開けて中を覗いたことがあるのかと言われました。这个男性问他，乞食は。问这个乞丐，你有没有打开箱子看看里面装了什么呢？乞食は答えました。这个乞丐这么回答。まだ一度も蓋開けたことがない。他说我从来没有打开过。中覗いたことがない。我从来没有看过。ならば蓋開けて中を覗いてみろと言われたんです。这个男性说，那你现在就打开看看吧。その乞食は蓋開けて中を覗いたとき。当这个乞丐打开箱子一看里面。
黄金の宝がぎっしり詰まっていたというんです。他居然看到里面堆满了黄澄澄的宝贝。黄金の宝の上に座っていて乞食をしている愚か者。就是这么一个愚蠢的人，他坐在一个堆满了黄金的宝贝的箱子上，去向外去乞讨。皆さんは無限の愛、無限の知恵、無限の知恵、智慧、無限の力の持ち主なんです。拥有无限的力量。にもかかわらず愛をください、愛してほしい、愛が欲しい、全くこの乞食と同じですよ。但是他不拿出来使用，就像别人去乞讨。持ってるものも全て奪われますよ。完全就是这样的乞讨。だから使えないんです。你本来拥有这无限，反而拿不出来使用，所以才说你失去了这一切。我々は乞食ではありません。我们绝对不可能是乞丐。無限の我们宝の所有者なんです。完全拥有无限的宝贝。その本質を神と例えて。把本质比喻成神的话，用神这个词来说。我神。可以说我就是神。我神なるがゆえに。就因为我是神。無限の知恵。无限的智慧。無限の力。无限的力量。無限の愛の。无限的爱。宝庫。这份宝库。我が内にあり、あなた方の内にありなんです。这份源泉在我的内在，也在你的内在。決してくださいくださいの乞食があなた方であってはなりません。大家绝对不能让自己变成一个去乞讨的乞丐。だから世界の人間が。所以世界上的人们。何をくださいくださいくださいで乞食で生きるがゆえに戦争があり対立で奪い合いがあるんです。那就是像乞丐一样的这么去活着，总是想去索取点什么，所以才导致了世界上的战争杀害。平等に無限の宝の持ち主であることを知り、每个人都要去了解到，我们都是平等的被赋予了无限大的宝贝。一人一人が与え尽くし生きる一人一人であるならば、誰と争いましょう？每个人都学会去无限的去给予的话，誰と何を奪い合いましょう？怎么可能还会发生这样的争夺或者是斗争？我本質なり。我就是本质。我本質なるがゆえに。就因为我是本质。無限の知恵、無限の力、無限の愛の泉宝庫。我が内にあり、あなた方の内にありなんです。無限的力量、無限的愛的这份源泉的宝藏，在我的内在，也在你们的内在。全て本質にして平等なんです。所有作为本质，完完全全平等。私は花一輪の中に無限の愛を感じます。哪怕是这么一朵花里面，我都能感受到无限大的本质。皆さんがで蹴飛ばすあの石ころ一個の中に無限の愛を感じます。大家所有的用脚踢走的一个小石头，我都能在石头里面感受到无限大的爱。あなたが嫌っているあの虫一匹にも無限の愛を感じます。你们多么讨厌的一个小小的虫子，我都能从它里面感受到无限大的爱。その例えを。我举这些例子。すべては美しき天使たちと私は例えるのです。但是我把它用这样的话去比喻，所有这都是美丽的天使。顔形の良い悪いではないんです。それは結果なんです。谁长得好好看或者是不好看，あなた方を本質にしては你们每一位作为本質無限の若さなんです。是无限的年轻。無限の永遠の美しさなんです。是无限的永恒的美。これを私が見るあなた方なんです。这才是我所看到你们的真正的样子。しかし皆さんはこの結果しか見えないもんだから。但是大家只能看到这个果相世界。まあ皆さんは先ほど笑ったでしょうけど、あの過去で私が皆さんの前に立った時は、虽然大家刚才笑了我，但是あまりにもかっこよす、よすぎて、我曾经在过往的人生中带着这样的英俊的面孔站在大家面前的时候，因为长得太帅了。講話なんて聞いてないですよ。没有人想听的。私の顔ばっかり見て、每个人都盯着我的脸。それでのその悟りに。失敗した方々はここにいっぱいいるんですよ。所以大家中间的あなた方は笑ってるんです。あなた方は私を笑ったんではないんですよ。没有好好听公话去理解，所以或许失败了。你们中间有很多这样的人呢，所以你们没有在笑我，而是在笑你们自己。過去の失敗を見ると犯さないように私は崩したってこの程度ですよ。所以我虽然不想让过去这样的失败重演，我怎么样想让自己长得没那么帅，但是还是这样的模样。特に女性は特別是女性簡単に化けますよ。だから化けるあれは化粧は化け粧と書くんです。很容易就可以变身，因为可以化妆。まあ朝起きたあなた方と今のあなた方はもう
顔形の違いは天地の差がありますよ。早上刚起床的你们跟现在你们的面孔是天壤之别。私は元子さん見たことがあるんです。すぐ起きた瞬間の我看过原子刚起床之后的面孔。北京のセミナーあるいは上海のセミナーで是有一次北京还是上海的课程上。今は林社長さん、荒垣さん、マリコさんがヒーリングを手伝ってくださいます。现在课程上都有林师兄、真理子女士、新元先生帮忙做疗愈。あの当時は200名でやってももう私だけだったんです、ヒーリングは。但是当时中国的课程呢，那么来了200多个朋友，也只有我一个人做疗愈。瞑想、ヒーリング、所以失業と给大家讲光话、做问答，今のように時間なんて余裕ないですよ。根本不像现在有这么多时间。約24時間働き通し。我当时几乎是一天24小时都在不断的工作。まあ今はだから皆さんがさあ8時からスタートです、あるいは7時ですと皆さん言うでしょうけど、あの当時はもう24時間仕事してますから、元子さんたちは早起き、すぐ1時に呼ばれ、2時に呼ばれてヒーリングですよ。でならば化粧する時間がない、そのまま起きた状態で来るもんだから、あれこれが昼間見ている元子さんなのかびっくりしました。私现在大家可以让课程是早上七八点开始，但是当时呢一天都是24小时在工作，所以呢都是半一两点就要开始做疗愈。那因为原子他们起得很早，所以先叫原子他们过来第一个排队做疗愈。当时我一看到原子刚起床，我当时吓了一跳，哎，是说我白天见到原子吗？我怎么不认识了？皆さんは今これがありますよ、これが。现在你看看，那个脸上还有眉毛。これがなかったんですよ。但是原子没有。びっくりしましたよ。所以当时我一看，哎，真的原子，我没见过，这是谁？皆さんは化けるためにバケショーって書くの、化粧は化けショー、化けるためにバケるためにこれ書いてこれ書いて叫做化完之后就完全变了一个人的化妆，化上这个化上那个。その状態で皆さんはいい悪いで判断し、いい悪いでとらわれてるんです。大家就是在这样的情况下去判断谁好看谁不好看，或者是谁好谁坏。だからこの結果というこの現象というのは、所以这个现象的果相世界是什么的世界呢？全て当てにならないものですよ。一切都不可靠。真実なんてないですよ。因为在这个世界上没有一样是真的。だから真実、永遠の美しさ。所以真实的永恒的。永遠の若さ。永恒的年轻的。それは命そのものだったんです。就是生命。だからこの結果という形の形そのものは。所以这个果相世界的有形有状的呈现。この眉のない元子さんですよ。其实原子本来是没有眉毛的。でまた世界一の美人がいますよ。旁边呢是世上最美的美女。一皮剥いてみてください。大家把外面这层皮撕下来看看。同じですよ。都会变成同样的骷髅头。元子さんであっても。不管这个骷髅头曾经是世界一の美女であっても、或者曾经是世上最美的美女、人皮剥けばこの状態、撕下外面这张皮的话都是一样的骷髅头。だから皆さんはいい顔悪い顔で結果にとらわれる必要ないです。所以大家根本没有必要去在意到底谁长得好看，谁长得不好看。永遠の命は永遠の美しさ、永遠の若さ、它才是永恒的美丽、永恒的年轻。それを見れる私は。我能完全看到这一点。全ては美しき天使たち。所以我才能看到所有都是美丽的天使。無限に飛び立つ美しき天使たちと言うんです。所以都是朝着无限飞翔的美丽天使。しかし皆さんはもう結果という顔しか見えないもんだから。但是大家的眼睛呢，只能看到果相的长相。もう過去行く天使で、もう皆さん導くために来たはずなのに。所以我在过去的人生中，为了把大家引导到源头才来。あまりにもかっこいいこの顔だけ見つめて。我的长相太过于英俊，大家只看我的脸。悟りに失敗した方々がここにいっぱいいるんです。所以大家中间呢，有很多人因为这一点呢，过去没有开悟。だから根性も最高な、まあそれ記憶がありますから、最高な顔形で生まれてきたんだけど。所以在我的记忆中呢，我今生刚出生的时候也是世上最帅的面孔。もう私のお母さんはじめ親戚方みんなびっくりしましたよ。当时我刚生下来的时候，我的妈妈还有亲戚们都非常吃惊。これが
このまま大人になったらどうなっていくんだろう。あまりにもかっこよすぎて。長大之後、那该帅到什么程度呢？で、私は途中で気づいたんです。所以我中途我自己都已经意识到了这一点。過去失敗してるにもかかわらず、まだこの状態で皆さんの前に立つことはもう大変なこと。过去因为太帅了，没有把大家带回原头。失敗を繰り返すこと。如果今生再继续这么帅下去的话，今生又没办法把大家带回原头。だから。飾るためには化粧もすれば変わるけど、このかっこよさ、不思議なものっていうのはどんなに大変なことか。可以学化妆，但是大家知道，要让自己本来帅的长相变得没那么帅，大家知道这点是多辛苦吗？五分ではかっこよくなりますよ。五分钟就可以把自己画得非常的漂亮。私がここまで崩すには何十年かかったことか。但是让我自己变得没那么帅，我可是花了几十年。皆さん笑うけど笑い事ではないですよ。大家听了之后会笑，但是这不是笑话，我讲的是真实的。生まれたこのかっこよさを崩すということは、因为把自己本来那么帅的面孔变成今天的这样的长相。愛深いものでない限りできるものではないですよ。只有一个人内心是充满了这样深深的爱才能做得到，否则的话谁愿意这么去做呢？だからそれだけでももう。所以只是这一点。どんなに愛が深いか皆さん感じ取らねばなりません。大家必须完全感受到，那是带着多么深的爱站在这里。わざわざもう世界一かっこよさで生まれてきても崩さねばならない、この私のこの犠牲にしたその気持ち皆さん分かってほしいという。牺牲了我自己，那么帅，我也让自己变得没那么帅。大家要去理解一下我的心情。だからそれほどに愛のものが皆さんの前に立っていますから。所以大家从这个角度就能理解到，那是多么深的爱的人站在这里。もう根性こそはどうかお願いします皆さん、本質の世界に入ってください。所以我真的今生，我请求大家一定要回到源头。あなた方がお願いではなく、私がお願いですよ。不是你们拜托我，而是我要低头拜托你们，一定要跟我回去。もう何万年の天性の目的を根性こそ果たしてほしい。因为那是你们轮回的几万次的目的，我希望你们就在今生去完成吧。何万年の天性をさせられた法則、今ここに解けたり。让轮回的几万次的法则在这里完全的解除了。幾天生という人生の過程を通して背負ってきた業、罪、カルマ。在多少次的人生所背负的业力罪。すべては栄一という神聖火花で焼き尽くして灰としてください。这些我希望大家都能用真理的智慧的火焰，把它全部的燃烧成灰烬。すべてが焼き尽くされて灰となれば。当你把这所有全部燃烧干净。残るのが一つ残りますよ。最后只有一个会留下来。例えば宇宙を。哪怕整个宇宙。地球を。整个地球。人間、動物、鉱物、植物、微生物、すべて一切を。或者是大大小小的动植、矿植、微生物、人类，这所有钱。すべてを破壊し尽くしても、すべて焼き尽くしても。全部都燃烧干净，全部都摧毁。ただ一つだけ破壊できない、ただ一つだけ焼き尽くせないものがあるんです。只有一样是想烧也烧不掉，想摧毁摧毁不了的。それは私の本質、あなた方の本質すら唯一の命だったんです。那就是我和你们的本质，它就是我们唯一的生命。命は火の中に投げ込まれて燃えることも焼けることもない。哪怕把生命投到火里面，它也不会燃烧。命は水の中に投げ込まれて濡れることも溶けることもない。哪怕把生命投到水里面，它也不会浸湿融化。命は風にさらされて乾くこともない。哪怕用风去吹生命，它也不会干。命は世界の武器を向けても破壊されることもない。哪怕拿来世界上任何的武器，也摧毁不了生命。これを不滅にして常在、不滅の実在と言います。所以才把生命称为是永恒的常在、不灭的真实。不滅とは永遠のあなた方。永恒就是永远的你们。常在とは常にあるあなた方。常在就是一直都在的。不滅とは一度だって破壊されたことのないあなた方。不滅就是从来没有一次被摧毁过的。実在とは実際にあるあなた方。真实指的就是实际在的你们。じゃあ我命なり。我是生命。その境地に至っている者が。完全到达了这样的境界的人。この現象という結果の世界に。对他来说，这个果相世界。恐れるものがあるでしょう。不管发生什么现象，他会害怕。悩んだり苦しんだり不調があるでしょうか。他会痛苦烦恼或者是不和谐吗？でもないんです。对他来说没有一丝一毫这样的波动。永遠の命にはっきり目ずこの
目覚め近くしているものは只要一个人在内在非常非常清楚的觉悟到的生命ただあの昨日今日とケルビンさんが説明してくださったのは昨天今天他们所对大家说明的命は永遠です我们的生命是永恒的この肉体破壊されても命は永遠に祈祷します哪怕这个外在的肉体被摧毁了但是内在的生命永恒的在活着ケルビンさんが話し昨日今日の説明してくださったその意味は所以昨天今天他们对大家讲的这样的内容是什么意思呢せっかく命という本質をまとってるこの肉体衣装那是生命的本质好不容易穿到出这件外衣披上这件外衣それも本質を愛として知恵として慈悲として表現するための道具であるゆえにそれをただただ粗末に破壊してほしくないでこれを大事にしてほしいという意味を訴えたんです那是要把本质作为智慧作为力量作为爱这么去表达出来一个非常重要的工具所以绝对不能胡乱去对待不能这么随意的去摧毁一定要珍惜ここに今原子爆弾が落とされたってここにいる誰一人死ぬのいないんです哪怕这里投下一个原子弹爆炸了但是没有一个人真正的死了崩されたのはこの表現体とする肉体です他摧毁的只是败在这个作为表达体的肉身しかしケルビンさんが言う意味はせっかく神のまとってるこの衣装をむやたらに崩してはいけない但是他说的是扱ってはいけない他说的是本质好不容易披上这件这件外衣世界平和のために不要去摧毁它全ての幸せのために要为了所有的幸福大事にこの肉体衣装をこの使ってほしい表現してほしいという意味で昨日今日の説明をしてくださったんです希望每个人都可以好好的去珍惜自己的肉身这么好好的善待肉身是这个意思どんな事件や事故に巻き込まれたって私を殺すことはできないです不管发生什么的事件事故谁也杀死不了我今私が私というのは命なる永遠の命を私と説いてます我在这里跟大家说的我那指的是作为生命的永恒在的我しかしこの肉体は銃でも崩せます对我的肉身枪也可以把它杀死でこの世の武器でも崩すことはできます或者是身上什么的武器也可以把它摧毁しかしせっかく与えられたこの衣装せっかく命のまとってる衣装给了我们这件肉身好不容易神送到这个肉身披上了它在这里去表达粗末にしてはならぬということなんです大家不要去胡乱对待一定要珍惜它だから皆さんに肉体も肉体大事にしてほしいと私は言います我会对大家说你要珍惜肉体しかし執着はあなた方を苦しめるということを知ってほしいというんです但是如果你过分的执着肉体的时候你们会痛苦大切にするということと執着とは違います珍惜善待和执着是完全不同的大切にすることは愛ですけどで執着は愛ではないです你是在爱他その意味を皆さんに知ってほしい如果你执着就不是在爱我肉体にあらず我心にあらず我不是肉体我感情五感理性にあらず我也不是情绪五感理性我命なり我本質にはっきりそれを言えるあなた方我是生命我是本质希望你们每个人都可以完全到达这样的境界我命なりの自覚を悟りの境地我是生命的这份自悟就是开悟我肉体なりの錯覚を迷い我是肉体的错觉就是迷茫じゃあ肉体朽ち果てるまで難行苦行滝行断食していれば命を自覚した者がいるでしょうか難道一个人他在离开肉体之前这么去难修苦修断食神社仏寺教会みんなと思っていい声でお経を唱えたりで聖書聖典仏典を死ぬまで読んだってそれを自覚した者がいるでしょうか或者一个人待在寺庙里面从早到晚不断去念经或者是念圣经佛典他能悟到生命吗この何十年もまあ、この身近でしっかりとこれを見てきた、見て学んできたんです。这几十年在我身边，我看到很多这样的现象，我也学到了很多。皆さんが山や洞窟にこもることでもない、どこそこに皆さん修行ではない。所以大家不是要去到哪个地方逃避，也不是要去到哪个寺庙。皆さんの今いるところ行く場所。而是要在你们现在所在的地方要去的地方で皆さんの与えられている家庭職場这指的就是给予你们的家庭工作的地方そこがあなた方の自覚する場なんです这里就是そこが皆さんの悟りの場なんです你
你到达自悟的地方，就是你开悟的地方。悟るために山や洞窟にこもる必要もない、神社仏閣から教会面にこもる必要もない。所以，如果大家想开悟，没有必要去到哪个山洞，今いるところ、也没有去到哪个寺庙的地方，就在你现在所在的地方，家庭の中、要去的地方、そこが、在你的家中、在你工作的地方、我々が、你所在的地方、自覚する場になったんです。那就是我们完全悟到生命、觉悟到生命的地方。家族に神の見れないものが如果对自己的家人都看不到身近にいる一人一人に神の見れないものが在自己身边的每一个人山や洞窟にこもれば見ることができるんでしょう难道这个人他躲避到哪个山洞里面他就能自动的看到其实どこそこの国に行けば見ることができるでしょう他去旅行去到很远的国家他就能看到吗今己が変わってなければ如果大家现在没有改变どこ行ったって見ることも感じることも不可能です不管你去到哪个地方你也不可能改变也不可能感受到神今己が変わった時に只有当你现在改变了全ては変わるんです你才能看到所有的都变了共に我々は希望我们盲信教信仏を不愛なるその宗教あるいは神仏を求めるんではなく不要去对宗教或者是神佛这么盲信狂修相崇拜今すぐ一人一人が本質そのものである自覚を我々生きていきたいと思います。希望大家每一个人现在就完全的带着我是本真的这份自觉、这份自悟去活着。この3日間のセミナーを通して、根性こそ我々は行く天性という人生生きてきたその天性に終止をしていきたいと思います。ありがとうございます。我希望能通过这三天的课程，对大家过往的人生、几万次的人生所追寻的、想要到达这个目的，就在今生实现，就在今生把它画上句号。谢谢大家。